お疲れ様です。庭秀チャンネルの秀です。皆様いかがお過ごしでしょうか。今回はですね、仕事場から帰ってきた日常をね、ちょっとだけお届けしたいと思います。内容としてはね、機械を整備するような内容なんですけれども、私としてはですね、当日使った機械はよほどのことがない限り、その日のうちにね、清掃・軽整備をするようにしております。その様子をね、ゆるい感じでお届けしたいと思います。それでは行ってみましょう。動画の方スタート。まずは犬の散歩ということでね、まずね、クッキーさんの散歩へ行ってきました。気持ちよさそうですね。ご満悦って感じです。じゃあね、おっさんは作業開始します。こちらね、今回夜間作業のために導入したマキタの LED ライト、明るいですね。使い勝手は上々です。実際に照らすとね、こんな感じです。ちょっとね、消してみますか。明るい。どうやらね、準備ができたようです。今からですね、今日使ったね、マキタの充電式電動バリカン、こちらのね、簡単な清掃をね、していこうと思います。このね、チャンネルを見てくださってる方はご存知だと思いますけれども、庭秀はですね、夫婦で植木屋を営んでおります。その関係で道具も、まあ基本的にね、2人前になりますね。従いまして、バリカンもね、2台所有しております。ですので、2台分の機械を掃除ね、していきたいと思います。本当はエアコンプレッサーをね、使ってね、掃除をしたいところなんですけれども、今もう夕方6時半を回っております。さすがにね、この時間帯以降にエアコンプレッサーはね、さすがに近所迷惑にね、なると思いますので、今回はエアコンプレッサーは使わずに掃除の方をね、していこうと思います。掃除の方法はね、至って簡単です。もうシンプルに水洗い、水をたっぷりかけて、歯ブラシなんかでね、よくこすって歯に付着している、渋ですとかヤニの方をね、除去して拭き上げて、最後に、調整用のね、グリスもしくは油なんかを歯に塗りつけておしまいという工程ですね。今ね、これやってるのは一番最初の工程ですね。水をかけて歯ブラシで入念に、歯についてるね、渋やヤニをね、除去しているところですね。これがね、樹種によってはね、なかなか落ちないものもあるんですよね。まめに作業中もね、油をささないとこびりついちゃうんですよね。それを今ね、一生懸命取ってるところですね。ちなみになんですが、マキタのこのね、説明書によりますと、作業を1時間ごとにね、油を注油しろと、刃の部分に注油してくださいというね、注意書きが書いてあります。これね、本当にやっぱりね、1時間に1回ぐらい注油しないと刃が固着して、例えばね、午前中使った後放置したままだと、午後ね、刃が動かないとかね、そういう事態に陥ったこともありました。ですので、このバリカンを使われてる方は本当にね、1時間に1度の注油、これはね、やった方がいいかもしれないですね。こんな感じでね、作業をしていると、うちの前を通る通行人の人がね、何やってんだって感じでね、覗き込んでいくことがね、たびたびあります。ただもうね、私としてはもうお構いなしに、自分のやるべきことをやるだけですね。通行人さん眺めるなら眺めていってください。今度はね、裏面の方の歯についた渋やヤニを水で流して、歯ブラシでね、こすって除去していこうと思います。こちらね、両刃式のバリカンですのでね、歯の数がやっぱり多いですね。それでもやっぱり一つ一つね、
丁寧に渋谷にをね落としていこうと思います。表面裏面がね、磨き終わったところで一度水をかけてね、汚れを流します。流し終わった後にですね、気になった部分ですね、こすり残しのあるところ、ヤニがねまだ少し残っているところをもう一度こすってしっかりねヤニや渋の方をね、除去していきます。バッテリーを装着してここでね一度刃を駆動させて大雑把にね水分を飛ばしたいと思います。こんな感じですね。これで大雑把に水分が飛ぶと思います。今度はねこちら雑巾でね拭き上げます。本当はですねこの工程でエアコンプレッサーを使いたいんですよね。エアコンプレッサーを使うともう水がねほとんど飛びます。どうしてもね雑巾だと若干の水分は残ってしまいますね。拭き上げた後はね、歯にねオイルをね塗布していきます。私が使っているのはですね電気シェーバー用のね、オイルですね。こちらパナソニック製のオイルです。こちらをね今歯にね塗りつけております。値段はね600円ぐらいだったと思います。もう一度ねバッテリーを装着して駆動させます。これでねオイルがね歯に馴染むと思います。このオイルをですね、塗り込む工程をサボりますと歯がね錆びつく可能性が大いにあります。忘れずにオイルは塗るようにしてください。チップレシーバーの方も水洗いしてねよく拭き上げておきます。本当はねこの拭き上げの工程は凹凸があるものなのでいやーコンプレッサー使いたいところですね。ただ時間も時間なんで今日は拭き上げでとどめておきます。最後にね歯に装着します。これでほぼ完成ですね。カバーをはめて1台完成です。ではもう一台ね同じ工程で磨いていきましょう。こんな感じですね。同じ作業を繰り返します。ということで2台のねバリカンが綺麗に仕上がりました。これでまた次回気持ちよく使えます。お疲れ様でした。今ですね、犬の散歩と、バリカンの清掃、あと今日の道具を下ろして明日の道具のね積み込みが終わったところでございます。こんな感じでね帰ってきてからはまあ小1時間ぐらいですね、まあいろいろ作業をしているというのが日常になっております。もうねこの時間帯も家に帰ってきましたらマルさんの方はですね、もうお家の方へね、とっとと入ってもらって、ご飯の支度ですとか、家事の方をね、やっていただいております。まあね、実際に夫婦でね、作業場行ってますと、朝から夕方までマルさんの方をね、もう時間的にもう拘束しているような状態でございます。ですのでね、家へ帰った後、私これから少しね、ほんのちょっとですけれども、家事の方をね、お手伝いして、少しでも丸さんがね、体が楽に、そして翌日、作業場の方でね、張り切って作業ができるような環境づくりをしているつもりでございます。ただね、実際には私が受け負ってる家事のボリュームがね、まだちょっと少ないものなので、もう少しね、仕事量をね、増やせていけたらいいなと思っている次第であります。本日はね、この辺りで失礼したいと思います。このチャンネルでは51歳で独立開業したおっさん庭師の日常を作業風景を中心にゆるい感じでお届けしております。もしですね、この動画を見てくださった方で面白かったなとか
役に立ったなとか、このねおっさんの波長になんだか妙に合ってしまったなと自覚をお持ちの方、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。またですね、コメントやグッドボタン、こちらの方も大変励みになっております。こちらの方も合わせてよろしくお願いいたします。お願いします。